ローヌと河川は、第二次ポエに戦争中の戦闘である。ハンニバル率いるカルタゴ軍が、イタリア半島侵攻を行った、紀元前218年秋、ガリア人の一部族であるボルカエ族と、ローヌ川東岸の、おそらくは、アラウシュとアウェニオ年室の間付近で衝突した。親ローマのボルカエ族は、マッシリアにあったローマ軍の一部として行動しており、 カルタゴ軍のトカとイタリアへの侵入を阻止するため、ローヌ川東岸に野営していた。カルタゴ軍は、ハンノが率いる、文献隊を上流に派遣してトカさせ、ボルカエ軍の背後を襲撃する作戦を実行した。ハンノは到着後に、のろしで、ハンニバルに連絡し、副兵として待機した。ハンニバルの本軍がトカを開始し、ボルカエ軍がそれに向かうと、ハンノは背後からこれを攻撃し、 ボルカイ軍は撃破された。ローマ軍との直接対決ではなかったものの、カルタゴ軍の勝利は、この戦争に大きな影響を及ぼした。ここで、カルタゴ軍の都下が阻止されていたら、紀元前218年のイタリア半島進行もなかったと思われる。この戦闘はハンニバルがイベリア半島を出てから最初の大規模戦闘であった。 ローヌとか戦前の戦略的状況カルタゴローマ両軍ともに来たるべき戦争に備えて兵士の動員を行っていた。ハンニバルがカルタゴ軍の司令官となり、ローマ元老院は軍の編成を決定した。おそらくは、紀元前220年、紀元前219年に起こった第二次イルリア戦争に備えたためであるが、 紀元前218年の時点で、ローマ海軍はすでにその動員が完了しており、220隻の5段階戦を有していた。失勢岩、テベリウス・センプロニウス・ロングスは2個軍団に加えて、同盟国付表1万6000と同盟国騎兵1600を指揮し、160隻の大型軍艦と12隻の小型ガレーと共にシチリア、さらにはアフリカへと向かうように命令を受けていた。 もう一人の失政官である、プブリウス・コルネリウス・スキピオは、ハンニバルのイタリア侵入を阻止すべく、ニ個軍団に加え、一万四千の同盟国不評と千六百の同盟国騎兵を率い、その予想のために六十五隻の艦艇を有していた。ルキウス・マンディウスもニ個軍団と同盟軍不評一万、同騎兵千を与えられていた。北イタリアのガリア人のボイー族とインスブル族は、 ローマ植民都市であるプラケンティアとクレモナを建設していた入植者を攻撃し、またムティナに小規模なローマからの救援軍を押し込めた。このため、スキピオに与えられる予定であった一個軍団と、同盟国軍が法務官、ルキウス・マンリウス・ウルソロングスに率いられ、ムティナの救援に派遣された。このため、新しい軍団を編成する必要が生じ、これがスキピオの出発を遅らせた。 ハンニバルは、サグントゥム包囲戦の後、冬の間に一旦軍を解散した。紀元前218年の夏に軍を再編成したが、1万5千の兵と、戦像21頭を、弟のハスドルバルバルカに委ねて、カルタゴ支配下のイベリア半島に残し、2万をアフリカに送り、4千をカルタゴ本国の守備とした。イベリア半島のカルタゴ本拠地であるカルトハダシュトから、 イタリアに向かった兵力は、不評9万、騎兵1万2千、戦像37等と推定される。戦像に関しては2世紀の歴史家であるアッピアノスが記述しているが、それより、以前のポリュビオスやティトスリウイウスの記録では触れられていない。このため、ローヌとかアルプス越えに参加した戦像は、ベッドカイロでアンプリアスに送られたのではないかと推測されてきた。 イベリアのカルタゴ海軍は5段海戦50隻と3段海戦5隻であったが、本拠から動かなかった。カルタゴ本国には、イタリアやシチリアを直ちに攻撃できる5段海戦が少なくとも55隻はあった。ハンニバルはカルト・ハダシュトを5月に出発し、軍を3つに分けてエブロ川を溶かし、2ヶ月間の作戦の後にピレネー山脈までの領域を占領した。 ピレネー山脈を越える前に、ハンニバルはこの新たな占領地域の支配のために、弟のハンノに1万千を残し、さらに1万の兵を解散させた。また、ピレネーの反対側のガリア人に施設を送って、平和交渉を行ったため衝突は発生せず、9月後半に、ローヌガー沿岸のボルカエ族の土地に達した。その時までに、ハンニバルの兵力は、不評三万六千と、 騎兵8000にまで減っていた。ローヌ川西岸に達した時点で、ハンニバルは2日間の休息を取ることを決定した。カルタゴ軍は付近の船を集め、イカダを作って、トカの準備をした。ボルカエ族はローヌの両岸に住んでいたが、この時は東岸に八えして、カルタゴ軍のトカを待ち受けていた。ハンニバルはボミルカルの息子の反応に、不評と、 騎兵からなる別動隊を率いて上流に向かい、適切と思われる地点で渡かするように命令した。ハンノは地元の人間を案内人として、野員に紛れて出発した。カルタゴ軍陣地から約25マイル上流の川中に、島がある地点で、ハンノはイカダを組んで敵に気づかれることなく、渡火に成功した。 ハンノの別動隊は1日休息を取った後、翌日の夜に南に向かって出発し、夜明けにはボルカーエゾークの野営地の背後に到着した。ローヌ川川口から 90km 地点でのローヌトカハンノは東0との露地でハンニバルに到着を知らせた。これを見てカルタゴ本軍は幅 900m の川のとかを開始した。 気乗したままのヌミリア騎兵を乗せたイカダが最上流を渡り、その下流に下馬した騎兵を乗せた船が溶かした。上流の船で水流を弱め、下流側を不評を乗せたカヌーでの渡過が行われた。いくらかの兵士は泳いで渡った。ハンニバル自身は第一波と共に溶かし、西岸に残っているカルタゴ兵は自身の渡過が始まるまで歓声を上げ続けた。ボルカエ族は カルタゴ軍の渡下が始まったのを確認すると、川岸に押し寄せた。東岸ではすぐに戦闘が開始されたが、カルタゴ軍は上陸に成功した。反野は攻撃のタイミングを見計らっていたが、一部の兵をボルカエ族の野営地に派遣して火をつけさせ、残りの兵を引いて、カルタゴ軍が上陸すると同時に、ボルカエ軍の背後に攻撃を開始した。一部のボルカエ軍は、 野営地に引き返したが、多くは前後の敵と戦うことになり、やがてボルカエ軍は粉砕された。ほとんどのカルタゴ軍がその日のうちに渡火を得た。戦像は翌日にイカダを使ったか、あるいは泳いで渡火させた。ハンニバルはマッシリアにローマ艦隊が到着したとの情報を得ていたため、東岸に軍の集結が完了した後、偵察部隊が派遣された。 一部のヌミディア騎兵はローマ及びガリア騎兵と遭遇し、コゼリアへの後引き上げた。プブリウススキッピオはピサを出発してリグリア海を航海し5日後にマッシリアに到着し兵を上陸させていた。そこでハンニバルがすでにガリアに入っているとの情報を得たため、ローヌ川東岸に騎兵300を偵察に出した。この偵察隊がヌミィア騎兵と遭遇したが、 カルタゴ軍や英知の場所を報告してきた。プブリウス・スキッピオは、ハンニバルの位置を確認すると、重量物を船に乗せ、ハンニバルと対決するために北方に向かった。ハンニバルの兵力はスキッピオを上回っていたが、これとは戦わずに、アルプスへ向かって、ローヌ島岸を北上した。プブリウス・スキッピオが到着した時、カルタゴ軍は、すでに3日前に出発していた。 プブリウス・スキピオはマッシリアに戻り、その軍を兄のグナイウス・コルネリウス・スキピオ・カルウスに委ね、イベリアに向かうように命令した。プブリウス・スキピオ自身はイタリアに戻り、予想されるハンニバルの侵攻に備えて防御体制を整備した。この渡河川が行われた場所は、歴史家の間で一致を見ていない。様々な仮説のもとに、現在のブール・サンタンデオル、ボーケール、 古く島が候補とされている。ポリュビオスは、都下地点を、河口から4日の地点としている。これをもとに、カルタゴ軍の1日の航軍距離を12から 16km とし、古代のローヌ川の流れに当てはめると、ローヌ支流のデュランス川沿いのアビニョンとオランジュの間となる。ありがとうございます。